さて、じゃあイベント結果いきまーす。はい、ちょっとね、イベントここまでね、正直全然できなかった。忙しかったのもあるけど、やる気もちょっとなかった。はい、ちょっとね、しんどかったんですよ。あ、多分ひどいと思いますよ。だって2万2000しかやりたいもん。6000、62,819 位。やばいな。普段いつも2万以内取ってるのに。今回は6万位ということでね、ハイスコアも100じゃない。12,803 位で、イベントポイントランキングが62,819 位ということでね、とても、ひどい結果となりまして、本当に申し訳ありませんでした。デレスのやる気がなくても、本当に申し訳ないです。なかったです。でね、とりあえずね、そのね、別のゲームね、その、まあ、白猫がね、ちょっとね、好きなキャラが引けたので、まあ、ちょっとね、ちょっとまあ、気が楽になったのでね、まあ、デレスの方もね、しっかりとやっていってね、まあ、いっぱいね、イベント、なんだ、曲もいっぱいまた来てたので、まあ、それをやりつつね、モチベーションを戻していってね、まあ、何よりその、限定ガチャ、フェス限、月末がね、来てるのでね、まあ、僕はね、いいんでね、来てくれてるので、それでね、なんとかモチベーションを上げていってね、これからも頑張っていきたいと思います。というわけで、これからは、なんだ、アイドルのね、なんでいつもの、なんだ、コミュの方へ行きましょう。楽しくないお仕事なんて全部バサーってしちゃおう。辛いことばっかりで明るい未来が見えないなんてそんなのつまんないもん。だからやっちゃおう。ほらほら、ってわけでプロデューサーさんも遠慮なくバサーってやっちゃっていいからね。ストレスとか胸のモヤモヤは溜めちゃダメなんだから。あれ、やんないの？そっか、残念。プロデューサーさんと一緒なら私もやっても怒られないかなって思ったのに。でもちょっと安心したかも。プロデューサーさんがストレス溜めてたとしたら私たちも心配だからね。ってことで、プロデューサーさんの関係者として一言。ストレスとかモヤモヤしたものがあったら、ちゃんと相談すること。これ、私との約束ね。私はまだ子供だから、プロデューサーさんの悩みを解決はできないかもだけど、できることはちゃんとあるからさ。だってユズは、中学生じゃなくてアイドルだもんね。モヤモヤしたものがあるなら私たちが忘れさせてあげる。楽しんで盛り上がって思いっきり叫んじゃおう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。グッドボタンもぜひぜひよろしくお願いします。ツイッターサブチャンネルもやってます。よかったらチェックしてみてください。というわけでありがとうございました。バイバーイ。